お久しぶりです。本当だ、次やります。スティングカメリーよ。昨日ね、夜か風邪ひいたんでね、喉の調子が肝臓がしなって頭クラクラしてな、なんかもうダメダメだ、ぐっつぐつぐつ。まあとりあえず今はだいぶ調子がね、かなり良くなったんじゃないかなと、ね、予測してる。このままやっていいよ。まああと残りボスも1体だけなんで、とりあえずこの X 様の華麗なる一撃をぶちかましてやろうかなと考えてるところでございます。こいつはなんか、サブのボスみたいな感じだった。叩かなくてもいいんだよ。なんか何が弱点か分かんないから。ああ、ごめんなさいね。また首止まりねえよ。俺は本当に、病気じゃねえかな、なんかと思ってるよ、本当に。なんか、俺もわかんない。なんかね、ちゃんと寝てるんだけど、最近ほんと変な色してるけど、そうか。中学生ぐらい、中学時代しか全く関わったことない人がしてるのかなって。会話する夢みたいな。謎ですよ、とりあえず。ふっ。ら。はい。まだ。燃やせな。あー、いねー。うぅ。さっきやるに。あー、やべえな。超。大不調じゃねえか。アーマーパーツが含まれている。それを身につければ敵からの攻撃を軽減することができるだろう。あ、なんかさ、ライト博士の、あれだよ、オーセンともさ、エコーにしてみたいんだけど。かっこよくない？ X をよく来たな、みたいな。声出せんか、そういうの。なんだ、そういうできたら結構、なかなかいいんじゃないですかね。まあ、この次ちょっとやりたいだけなんで。なんて悪に止まらないのかな。やだ、これ食らってんだし、超やばい、アホじゃないですか、何やってんの。まあいいわ。で、あの上のさっき食らったボスいるじゃないですか、あれ倒さないとここでどんどん岩が降ってくるんですよ。まあ、これは普通的なんで、それだけで普通的なんで、2階で暴れてるから、なんかバンって緊張迷惑のことばっかり言ってくから、それで、なんと、岩がどんどん降ってくるっていう。アパートが何回住んで、2階の住民がなんか、自分が1階に住んで、2階の住民がめっちゃ暴れまくってさ、なんだろう、もうなんか、変な埃とかなんかもう、ダミとかゴキブリとかなんか、いろんなものがなんか降ってくるような感じではないんですけど、それと同じような感じで、なんで。何を言っているのかな、私は。まあこの間ほどあのファイナルファイトをやった時ぐらいです。別にストレス溜まってたわけだから、まあ、今のところ精神状態は安定してるんじゃないかなって思います。あくびが止まらないだけだ。ほい、そうやばって。さあお前が最後の一人だ。覚悟ができているかね。とりあえずこの人はね、なんか残忍な性格って俺は聞いたような気がするんだけど、あんまり詳しくは覚えてないです。まあ、こんな感じでこのあのクワガタさんからもらったこの武器でこうやってやっていけばね、全然いけるんで。はい、何やるじゃない。そこでカメラの声を使ってない。だが甘いまあこの俺様に感動なんじゃ
100万で早いわ。いや別にね、つまんないから悪夢してるのがそういうんじゃないから、全く普通に俺楽しいで俺はゲームやってるから。いや何なんだろう本当に、これは何なんだ、ちゃんと寝てんだからな。はい、うわゼロ久しぶりだな。おお X、 ついにシグマのアジトを突き止めたぜ。俺たちの二人の力でやれば、はい、やったら封鎖することができる。行くぜ。おっしゃ、やった。まあ、こいつがシグマっていうな、とんでもない、まあ、全ての、まあ、元凶なんで、まあ、とりあえずこいつをぶっ倒すっていうことをね、目標にしてやっていきたいと思います。よし、じゃあやるか。やつのメールに従うことはない。やっちまえ。俺に構わずやっちまえ。黙るな、ゼロ。俺のライドアーマーは大幅にパワーアップしている。お前がいくらパワーアップしようとも俺様には叶わないのか。どうかな、やってみようじゃないか。それを確かめてみよう。おらー、ババババババ俺様の、くらえ、くらえ、ほら、ほら、おらああ、どうだどうだどうだ、ああ、ないぜ。ああ、燃やしてるぜ、お前の、その、魂ごと、すべてを、燃やし尽くして、燃えて燃えて燃やし尽くしてやるぞ、おらあれ、やるじゃん、これ、じゃあ必殺なもの、ストームイグルドを見てみろ。そう、愛し変異後のからもらった生き継いだこの武器を、やるね、なかなか食らねえ。なんでだ、こいつにやられてる。こんなところ、うわやるとはしない。お前の相手はエクスじゃない、この俺だ。そ
行くぞ、お前の番だ。許さん、何、どこにそんなパワーが残されてるんだよ。おい、すぐにゼロの後を押してやるぞ。さあ、ゆるさん、何があろうと思う。くるじゃねえか。生きて帰れると思うなよ、貴様。それが貴様の末路。消えな。ゼロ。俺の腕を持っていけ。このバスターを使えば、もっとパワーが強くなる。あとは頼んだぞ。何も言えやしない。だがゼロの仇を取るしかない。これしかやるかない。また会ったなお前。こっからね、復活のボス戦が始まる。まあだが、今回の全ての武器を持ってもやられはしないぞ。とりあえずさらなる攻撃が使えるようになったんで、こうしてちゃんと今打てなかった。まあいいや、後々また新たな役に立ちまった。邪魔だおめえら。ここのボスは個人的に非常に苦手なんだ。人によってはすごい簡単らしいけどな。まあ、こうやって阿弥陀くじのように来るんでな、俺のちょっとその見極めがなかなかできないっす。あ、でもこいつは氷型来てる。あ、今んとこいい感じだ。こいつたまに出してくるんでね、そうやって集中力を逃がしてね。あ、来るから気をつけなければなりません。なんか今ともいい感じだな。あれ、逃げてはいけないな。上に逃げてはいかん。やるしかない。その一瞬の判断に目を委ねて。時は迷うぞ。行動する。あら、よっしゃ。
な感じで、まあ、こうやってどんどんシグマのステージを様子を突き進んでいくって感じなんで、あのその前に一旦前にちょっと触れたんだけど、こいつのステージにちょっと隠しアイテムがあるんで、それにちょっと行ってこようかなと。このステージですね、いや、まあ、ここに4回5回だったかな、まあ、そんなに来ると、まあ、やるできることなんで、まあ、アイテムが手に入るんで、まあ、とりあえずまたガンガンやっていこうと思います。風に乗って終わりいたします。行くんだ、よいしょー、そう、少しずつまたお会いいたしましたね。皆さん、はじめましての橋ですね。はじめましての橋です。こんにちは、こんにちはの人は、こんにちは、おはようございます。ました、はい、そして再び私が登場するのです。大事だと私は大好きだから、おー、来た、よしよしよし。このスペシャルプレゼントをやろう。さあ、このカプセルの中に入るんだ。変な格好しましたね、あのおっさん。イエース。一旦今日はここで、とりあえず切って、また後々やろうといたします。はい。